高木秀也、兵庫県出身です。はい、私はもともと海上自衛隊に少し興味はあったのですが、ちょっとハードルの高い職場であることと、もともと運動がそれほど得意ではないので、足踏みしていたところ、たまたま大学の先輩に、同じように、海上自衛隊に入隊した先輩がいて、後悔することはないから入ってみればいいよっていう後押しがきっかけになって入隊しました。入隊前は、運動が苦手なこともあって、基本的には大学とバイト先を、家から往復する以外はもうずっと家にこもっているような、すごいインドアな生活を送っていました。非常に大きかったです。やはり自衛隊と聞くと、体力がすごくあって運動ができる人が来ているというイメージがあったので、どうしても本当に後悔しないのかという不安はありました。本当に入るのみたいな感じでした。運動ができないことも、そんなアクティブじゃないこともよく、友人も親もよく知っているので、本当に入るのみたいな、そういう反応でした。10月頃に、自衛隊記念日行事といって、幹部構成学校と第一重化学校の生徒で、パレード行進をする行事があるんですけれども、それを見て親が、意外とちゃんとやっているようでよかったって安心してたので、おそらくは意識が改善されたんだと思います。はい、7月に行われた遠泳訓練が一番つらかったです。私は泳ぎが苦手で、遠泳は平泳ぎで泳ぐのですが、そもそも平泳ぎが泳げず、遠泳訓練本番の1月2月前から、赤帽といって泳げない人だけが、集まって、平泳ぎの練習をする組に分けられて、トレーニングしている時間も、辛く感じたし、本番泳いでいる時もやはり、上手くなったとは言ってもひよっこなので辛く感じました。ただ泳ぎ終わった時の達成感は本当に何者にも変え難い感触です。はい、結構多くて、私の代、我々の候補生の同期でも、3分の1か4分の1ぐらいは、特に防大出身じゃない一般大出身の候補生は泳げない人がかなりの数いて、みんなまとまってトレーニングをするんですけれども、基準のタイムや泳ぎができるようになったら少しずつ合格といって、その組から抜けていくというスタイルで指導してもらいます。はい、ありました。ただ、マイナス面ばかりというわけではなくて、もちろん自衛隊のしつけであったり、ルールですね、ルールが、我々は全然分かっていない状態、防大生はとてもよく知っているという状態で入ってきて、そこには差は感じるんですけれども、同じように我々も4年間あるいは2年間一般大学で、学んできたという、自負があってきているはずなので、その分相互に、助け合って防大生に追いつくというよりは、防大生も、一般大生も、2つが一緒になってその中間を目指すっていうスタイルが表現としては正しいかなと思います。やはり入隊する入ろうかなって迷っている方は結構いらっしゃると思います。でその中でもハードルの高さであったり障壁がたくさんあると思うんですけれども、そういう時でも同期や、分隊長、それから教官の方々が必ず助けてくれるところです。ですのでもし迷っていたら、ぜひ足を踏み入れて一歩踏み出していただいたら嬉しいです。